ママ、車出していいよ。オケマル。というか、お母さん？お姉さんじゃなくてお母さん？翼んちは豪邸だから、うちの車じゃ狭くてよく話すお城みたいな家に住んでるお坊ちゃま？お坊ちゃま？もうママ何翼にアピってんの？アピ？元に彼女とかいるの？か！何その慌てっぷり。いや、筋肉痛で。翼とはあんまり激しい運動できないね。いや、言い方。どうしでも平気だもんね。こっちもなかなか。あの、彼女とかはいません。もったいない。ちょっとママ、恥ずいからガチでやめてよ。うちのパパに似ててめんこいんだもん。ママ久々にキュンキュンしちゃう。ちゃったんだもん。うちはおしゃれのために気合で薄着してるけど、普通に寒いから。でも二人とも今のままで十分綺麗だけどな。たまにそういうことするからね。しまった、また声に出てた。したっけ。また吹雪いたらうちの車で送ってあげる。いいんですか。ちょびっとね。